英語を習いたい。無理無理無理、しないしないしない。今却下、今却下。なんでやんの、取り消して取り消して。なんで却下なの。絶対やんないから、マジでやんないから。それではやっちゃいましょう。ノースリーブ素敵2015年決意表明。今年2015年の決意目標を一人ずつ持ち時間1分で発表していきます。有意義な年にするためにしっかり目標を立てていきたいと思います。まあ、ちゃんとね、2014年の反省を生かした決意表明を皆さんお願いします。はい。じゃあ、まずは決まってる高見菜。なんとなくはね。でも、高見菜はビジョンがあるからな。そうそう、ちょっと明確だよね。それも踏まえてね、うん、いけるんじゃないですか。そうですね。じゃあ、まず私からいきましょうか。はい、はい、お願いします。はい。そうですね、まあ、2015年は、発表した通り AKB としては最後の1年になるので、はい、まあさっき話にもあったんですけども、ゆいちゃん、横山ゆいに次期総監督をお願いして、あの1年バトンをタッチするってことなので、ゆいちゃんが締めの言葉をちゃんと言えるように育てるのが一つ。あ、明確ですね、うん、これも確実に明確ですね。1個っていうのと、あと後輩ともっとご飯に行く。うん、ちょっとね、すごい卒業発表してからめちゃめちゃみんなからお誘いが来るようになりまして、なんかいろいろ話したいことがあるので、一度でも話しておきたいよね。そう、その子たちとみんなご飯に行くっていうことが2つ目、うん、で3つ目は、うん、英語を習いたい。お、急にどうした。英語を習いたい。絶対さ、4発 ぶん殴られるよ。英語と言い始めると絶対やんない。英語を習いたい。無理無理無理、しないしないしない。今却下、今却下。なんでやんの、取り消して取り消して。なんで却下。絶対やんないから、マジでやんないから。やるの？やりたい。やる？やりたい。やりたいじゃなくてやる？やる。やるやる。なんで？急に。いや、なんか卒業したらちょっと海外とかも行ってみたいじゃん、いろいろ。うん。うん、だからざっくりだな、うん、そういうこと言ってる人って本当絶対そういうことしない。いや、海外の人と仕事もしたいなと思うし。え、どんな、どんな仕事。いや、なんかよく言うさ誰、海外の人って誰ピーターさん、ミリコさん、ピーターさん、前その流れあったから、それ違う違うの。そういうことじゃなくて、こうレコーディングとかで海外行ってみたいなっていうのも思いますし、よくさ AKB ってさ海外のなって、ね、海外のファンの人もいらっしゃるじゃない AKB って。そう、だからこう、でもアジアだよ、上海とか。アジアだよそれは。うん、アジア圏は英語喋れる。そう、アジア圏喋れるからね。じゃあそれで。いやー、なんか、なんか来年卒業控えた人とは思えないな。いやいや、明確なものもちゃんとありましたから。あるようでないのあるようでない。大丈夫大丈夫、どうにかなりますからね。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。